ちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、今週も電話をつないでの、はい、ポッドキャスト収録でございます。ねえ、もういい加減したいですよ本当に。もうちょっとね、まあ、僕お仕事の都合で、今あの東京で、はい、子供教師陣の本番中でして、ちょっとね、はいはい、声の調子が悪いんですけど、これ今年の目標の風邪をひかないの風邪をひいたわけではなく、はい、ちょっと舞台の本番でちょっと声をね今飛ばしてしまった。まあ寝れば明日には超回復してるはずなんで、まあ寝るんが一番効くらしいですからね。結局なんか人って寝ないと回復しないらしいね。そうですよ、なんか噂によると、あの酒井から聞いた。うちの酒井ちゃんは今やメガテンのねレポーターやってますから、もう医療に関してはね一番詳しいです。メガテンでやってたの睡眠っていう、睡眠を取らないと回復しないんだってね。なんかね、うん、タンパク質を取って睡眠したらやっぱ一番効くんですって。ああそうなん、タンパク質が大事なんだね。だからお肉、そうそう、だからローストビーフです。ローストいや調理名は調理名関係ない、あのロービーが一番ロービーが R&B が R&B がリズム&ブルースが一番変わってるやん、物変わってもうてん音楽やってもうてんいいね、ローストビーフのこと今後あの R&B って言っていこう。宇宙や誰も伝わらんからな言っても恥ずかしいもんね。ローストビーフ好きだよねそうっすか、そんなイメージある？ある。でもローストビーフってなかなか食えないもんね。確かに家で出ないもんね、ローストビーフってね。ローストの仕方も分かんないですからね。分かんないね。ローストできる母親ってすごいよね。だからそういう意味じゃ、いや女子がローストしだしたらとうとうですよやっぱりローストできるかできないかっていうのはやっぱこう重要だよね。ローストできる段階としてはだいぶね、漬物つけるかつけないかでだいぶ上にいるでしょう、うん、ローストしだしたら。確かにな、味噌汁なんて作れるもんね誰でも。いや味噌汁ね、でも味噌汁作れない。でも、うん、だしからちゃんと作るかね。そう、だし取れない人いるんでしょ今。もうお湯に味噌入れたら取れない人の方が多いでしょ。え、だしなんか取る人いないですよ興味。興味はいるやろ、それはいるやろけどさ。いや本当、あのだってだし入り味噌が売ってるんですもん、味噌汁用の。あれってさ、だし入り味噌で、はい、ってことはお湯にもうだし入り味噌でもう味噌汁になるってこと？そうですよ、溶いたら。あそうなんだ。あじゃあ俺それ買おうちゃんとカツオ節と目指しから取ってください、ちゃんとだしを。そっち側やったっけ。おだしね、うん、だし取っていく女子ね、ローストしていく女子ね。あ難しいなそういうの見つけるのはね、うん、いやそんな話いや、まあ、寝たら回復するっていう話なんだけど、はい、うん、それ坂井君教えてもらったのよ。なんでねゆっくり寝ようと。なんか疲れが数値でなんかこう測れるみたいな実験をやったらしくてさ、坂井さんがあのメガテンででその時メガテン、まあ、酒井くんレポーターんで、あの所さん、もちろん所さんメインの MC、はい、であとアナウンサーの人がいる。で3人でさ、うん、疲れを指数でこう表すみたいなのをやったらさ、はい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 、一番疲れてる人がやっぱ所さんやってんって、うん、やっぱお仕事もねこういうのから、はいはい、でその次に疲れてる人が、20代前半の女子アナウンサーやってんって。おおで全然疲れてないやつが、うん、30 35歳働き盛り酒井義文やってて、でやっぱやばい、それですげえ恥ずかしい思いをしたっていう滑らない話、進撃人生滑らない話じゃないですか。まあそうやね、酒井君面白いよね、まあ、そういう意味でも、うん、まあまあそんな感じで、ね、寝ればね疲れは取れるということ。ね、ゆっくり寝ようかなと思って、あのね、なるほど、ここ最近ちょっとバッタリっていうことがあってね、はい、
この間下北沢で駅前劇場、今駅前劇場でね公演をやってるんですけど、本番始まる前にちょっと時間があったんで、はい、福岡の劇団ね、この番組でもね、アシスタントで入ってくれた田崎ちゃん、はい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 、田崎小春ちゃん属する所属している、はいはい、バンドグローブガラッパゴスダイナモスが東京で公演をやってたんで、はい、僕それ見に行ったんですよ。はいはいはい、すごい劇もねすごく面白くてね、すごい良かった、はい、田崎ちゃんもすげえ良かったんですよ。ほぼ主役だったんじゃないかな、はい、田崎ちゃんあれ。うん、僕もねアフタートークやってます。あ、そっかそっか、大阪の、はい、で僕見に行かせてもらったんで、その時にね劇場に入った時に、はい、普通に見に行ったんだけど、でちょうど劇場入って座った席の隣の女性が話しかけてきてくれてですね、ヨーロッパ企画の石田さんですかっつって、あ、はいそうですよ、はい、つって、はい、見ていただいてるんですかねみたいな感じで思ってたら、その人が、うん、はあ、ついさっき更新されたこちよろ聞いてましたっつって、あら、本当に劇場に来る直前にお芝居見る直前に、こちよろポッドキャストを聞きながら お芝居見に来たっていうタイミングで、しかもそれで隣にそのパーソナリティねえ、パーソナリティが座ったらしくてびっくりしたらしくてさ、そう話しかけてくれて、で僕がね会場に入ったのがだいたいお芝居始まる20分前ぐらい入ったよね。結構早く入りましたね。そうそうそう、稽古終わってからだったんで、そのままなんか時間があって、で、まあ20分前ぐらい入って、まあだから会場で30分前なんだよお芝居ってね、うん、で30分後に開演するっていう感じで、まあ30分間こうあるんだけど、だいたい20分前ぐらいに僕入って、結構早いこと入ったなと思いながら、うん、まあまあねこうぼーっと過ごしたりするんですけど、劇場客席に、ね、はい、で話しかけてくださったもんだから、こっちもなんかもう嬉しくてさ、ついさっき聞いてたんですかみたいな、先週のじゃあおならの話ですよねみたいな、ああそうですそうです、おなら、はいはいはい、あれですみたいなことを話しながらさ、もう僕も嬉しくなっちゃってさ、そっから、はい、お芝居始まるまでの20分間、そのリスナーさんに対して僕がずっと質問攻め、ああ迷惑やったんじゃない多分迷惑やったと思う。前ね、早いうちに話しかけてもうたなと思って迷惑やったと思うわじゃあおいでさ、一度メッセージも送って、メッセージ送ってくださったことありますかって聞いたらさ、うん、メッセージ送ったことありますっつって、っつって、あら、どんなメッセージでしたっつって、でラジオネームがクニさんっていう方で、おお、クニさん、あ覚えてる団長、はい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 、弟がオタクに、うんうん、オタクになりそうですみたいなうんうん、うん、福島にお住まいの、そう昔福島なんや、福島にお住まいで、あ、実家かな、実家が福島、うん、ね、今はこっちに住んでるんだけど、弟がオタク64ぐらい、昔ね64ぐらいでオタク、6がオタク4が普通ぐらいって言ってた、なんか修学旅行がどうのみたいな、あそう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 、それそれ、修学旅行なんかよう覚えてんな、なんかアニメイトとかに行ったみたいなやつね、うん、そのね、やっぱやばいやつでしょ、その弟で、あーっつって、うん、じゃあ弟割合どうなりましたみたいな、うん、もう 10-0 でオタクになりましたと、ああもう10の100の完全にオタクになりましたと、あらら、言ってましたね、はい、がっつり、そうなんですか、オタクなんですかっつって、じゃあニートですかみたいなこと聞いたらニートではなかったです
ちゃんとあの働いてるみたいで。働きオタクね。あ、専門学校って言ってたかな。専門学校。まあ、じゃあまだまだ学生のね。うん。なんかお酒を作るっつって。日本酒の樹造、なんかもやしもんっていう漫画で。漫画ありますよ。知ってる団長。知ってます、知ってます。それでなんかね、お酒が出てきたりすんの。それが僕あんま知らないんで。あのね、うん、金が見えるっていう主人公なんですよ、世の中の金が全部。あ、金が、はいはいはい。そうで、お酒もそう発酵するやつやから、そうやってお酒を作ったりするんですよ。はあ、そういうことか。なんかそれを見て、もやしも見てお酒作りにやってみたいと。クニさんの弟は金見えへんからな。もやしもんではない。もやしもんではないけど。もやしもん見たとて、もやしもんではないからな。でもなんかやっぱ興味持ったなって。おお、いいことですね。ね。はい、で今あのお酒を作る勉強をしてますみたいな。あ、そうなんですか。しかもその、うん、お酒を作るっていわゆるあれなんですね、バーの、うん、ね、店員とかじゃなくて、じゃなくて、ね、酒造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 、なんていうの、醸造、醸造っていうの、醸造ですか、の勉強をしてるみたいな。あ、そうなんですね。おいくつなんですかって聞いたら19歳って言ってさ、あ、19歳でもお酒作っていいな。お、びっくりしてさ。その勉強はいいんだってね、そういう風にしてるんだってね。だけ聞いてるってことは相当喋りましたね。早いとこまで喋った、喋ったよ。喋りましたね。困ってた、本当に困ってた。俺で言ったもん、俺も、もうこれはあのクニさんがもう悪いですよっつって、もう石田がこんだけ、だってもう20分ありますからっつって。でまたメッセージ、ね、くださいねとは言ったんですけどね。なるほどなるほど。そうそうそう。で、あ、この話、お会いしたっていう話はあのオープニングとかで話してもいいですかって言って、あ、じゃあ宣伝してもらって大丈夫ですって言ってたんで、本人の許可も、ね、顔写真とかはじゃあないんですか。顔写真はないですね。顔写真あげたりはしない。撮ってないんですか、2人で。晒したりはしないですね、ああ、まあお芝居始まっちゃったんでね。なるほどなるほど。はい、でお芝居終わった後に、あ、面白かったですねっつって解散しました。パラッとね、パラッとね、はい、まあまあそんなね、こともあったんですけど、またもう一つバッタリがあって、バッタリ続きが、バッタリ続きがあって、はい、もう一つはね、今あの下北ハウスっつってね、ヨーロッパ企画の事務所が借りてるマンションがあるんですけど、そこにまあこう東京で仕事するときはこう寝泊まりしてるんですけど、そのすぐ近くにバーがあってですね、はい、そのバー、あ、最近オープンしたなと思ってたんですけど、まあ、あの近くにコンビニがあって、そのコンビニ行くにはそのバーの目の前を通っていくんですけど、そのバー横を切って、まあ、コンビニ行こうとした時に、僕の愛媛の同級生、あら、高校時代の同級生の宮内くんがね、いてばったり会って、え、何してんのお前っつって、何しとんって、もう愛媛の感じ、ね、そうそう、何しとん、こうたやん、何しよんよ、何しよんよって、下北が愛媛なってる。そうそう、その瞬間愛媛になって、いや、ここのバーやっとんよ言って、え、お前バーやっとん、そうよ、何しよんよ、もう、え、今から飲もうよ言って、もう飲む。でもう下北ハウスのもうすぐそばのバーが僕の友達がやってるバーっていうね、びっくりですよ。で、まあ、高校時代の、同級生って言ったら、去年ね、もうこのラジオでも話したかな、はい、去年の正月帰った時に大喧嘩したっていう同級生、あの仲間ですね。一味が、一味の一人、うん、ただあの喧嘩したうちにはいなかったです、宮内くんは。その時は帰ってきてなかったんで。よかったですね、喧嘩してたら、話しかけてくれてないかもしれないですね。
もう仲直りしましたけどね、僕ね。もう仲直りしたけど。で、宮内くんはあの僕が高校の時好きだった女の子と付き合ってたっていう、うん、イケメン、めちゃくちゃイケメンの男ですね。イケメンがバーやって。イケメンがまあかっこいいですよ、宮内くん。まあ本当にね、高校ですげえ可愛いクラスメートがいたの、女の子。うん。で名前が美穂っていう名前でさ、もう可愛いですもんね。でしょ。でなんもう可愛すぎてな、あだ名がさ、うん、ミポリンやったんよ。ああ中山級のもちろん名字は中山じゃないんだよ、全然。おなのにもう美穂っていう名前だけでもう可愛すぎるからミポリンって呼ばれてたからね。いやもうミポリンってあだ名は多分めっちゃブスとか可愛いしか無理ですもんね。いやめっちゃブスかってことはないやろ逆に一時としてミポリンっていう可能性あるんじゃないか。あるかそんなそんなね、ミポリンと付き合ってた宮内くんですよ。もうばったり、まあ本当にびっくりして、もうそっから何日か連続でそのバーに行くっていう。東京じゃ、東京でやる仕事の時にちょっと楽しみが一つ増えたじゃない。そうなったね、本当に。でさ、ハウスに近いってかね、近いの、はい、で今度パーティーがあるっつって、あれそこでそのバーで来週、いや今週、今週、うん、来週だ来週、うん、でパーティー俺だ関係ないしなみたいな、で、お前来ないかみたいな、ちょっと紹介したいからさっつって、なんなのパーティーって、どういうパーティーなのみたいな。いや俺 の, あの知り合いのお客さんがなんかここでパーティーしようみたいになって言って、どういう人なのって聞いたら、40歳の美人スタイリストあれがパーティーするから来ないかって言って、おお40歳の美人スタイリストかと、それはちょっと興味あるな。スタイリストの友達なんてもう全部美人でしょうからねいやそうでしょう。それがパーティーするっていう話でさ、うん、ちょっと来週僕そのパーティー行きます。あ、東京で仕事はあるんですか。東京、まだ公演中です。あ、来週まだ公演中。まだ公演してますね、はい。あ、そうですか。19日まで公演があるんで。なるほど、あ、結構長丁場なんですね。長丁場なんで、はい、パーティーが潜入してきますか。はい、17日日曜日なんですよ。ということはもしかしたら来週のこちらのポッドキャストで石田さんがおめでた報告かもしれない、ね、そうですね、あの報告させていただく可能性ありますね。はい、40歳の美人スタイリスト独身っていうことだったんで、聞いた話によるとまあね、多分パーティーなんでいっぱい、はい、そんな広い店なんですか。いや狭い店なのよ、こじんまりした店なのよ。だからもう仲間内だけ集まるみたいな。で僕はそのねお店やってる同級生の友達っていうことでさ、やっぱこううんね、こうちゃんとこういい感じで紹介してくれるやろからさ、一歩リードできますからね。はい、ひょっとしたらもう40歳の美人スタイリストですからね、あの結婚ということも全然 あり得ると思うんですよ。40歳で多分スタートダッシュも早いですから、うん、ただ俺これ正月にさ言ったように、はい、このラジオでプライベート一切秘密にして、ね、今後一切秘密にしていこうかなっていう思いはあるんで、もしうまくいった場合は一切喋らないです。何もなかった時はでもじゃあ押して知るべしそうですね、まあ、まあ本当に報告するのは何もなかった場合か結婚かっていう場合は報告させてもらいますけども、もしただ付き合った、ただワンナイトラブをした、うん、下北ハウスがラブハウスになるこの借り方だからね。それはまずいだろうな。それはめちゃめちゃ怒られますよ、会議で。会議で怒られ、そう勝手に、うん、誰がいつ
来るかわからないからね。そうですよ、大胆ですよ。まあ本当に楽しみです。公演中ではあるんですけれどもね、まあ夜ちょろっとだけこう参加して行ってみようかなとは思ってますんで、ね、はい。いやいや素晴らしい、ばったり続き、ばったり続きですよ。はい、ね、というような中、行きましょうか今週も。わかりました。カクテル恋愛相談室ことなんですけれども、はい、先週おならの話題でね結構盛り上がったんですけれども、メッセージたくさん届いてますね。ちょっとじゃあお願いします。はい、メッセージ来ております。じゃあ紹介しますね、はい。タイトルがですね、うん、石田さんが好きというタイトルで、はいはいはい、 Gmail の方にメッセージが来ております。はい、ありがとうございます。石田さん、団長さん、こんにちは。こんにちは。初めてメールします。ありがとうございます。この間のラジオサミットを見てから聞くようになりました。ありがとうございます。まず表題の件ですが、うん、私はぽっちゃり&面白い人が好きなので団長さんが好きでポッドキャストを聞いております。いや全然違うやん、懸命石田さん好きやのにさ。おかしいやんこれ。ですが先日古い配信を聞いていたところ、うん、団長さんが女性の話が聞けない、おジェットコースターが好き、シェアするのが嫌、焼き鳥を串から取るな、などの話を聞いて、あ、団長さんとは付き合えないなと思いました。勝手にすいません。なるほどね。ポッドキャストを聞いてる分には団長さんの話やらツッコミも大好きです。ちょっとここまででいったん、みんな切っていいですか。一旦ここまでで切ろうか。団長一旦切りますか、ここまでで。団長のさ、はい、団長のなんかこう団長語録でしょ。団長語録最低じゃないか。団長語録では今見たところ全部やっぱねうなずけるんですよね。おいひどいな、言ってるなと思ったら俺やったパターン。団長ひどいな、女性の話が聞けない、シェアするのが嫌、リスナーにね、うん、勝手に振られるっていうね。焼き鳥を串から取るな。これ何がやばいってね、表題の件ですがって石田さんが好きってこれ全部こいつ勝手に言ってるだけで言わんでええからな。ちょっとさこれ俺でもこのリスナーさん面白いね、チャランポランタンさん、言わずに入れなかったんですかね。俺とは付き合えへんって胸を言わずに入れなかったんですかねこの人。いや言わずにおれんかったのはこの団長語録を我慢ならんが、石田さんが好きってなったもんな、ね、結局ね。タイプはぽっちゃり&面白い人やんね、絶対団長だよ、ね、ガリガリだもん、ね、僕なんか大事な素材なんですけどね、うん、ところがよ。僕語録がひどすぎて、うん、過去遡っていってたらもうどんどん、ああ赤わってなった、どんどん嫌になってた。あー嫌い、嫌い、嫌い、こいつ嫌い、嫌い、石田さん好きってなったんですね。そうだよね。いやすいません、ありがとうございます。ちょっと団長語録ちょっと集めたいね。僕語録でしょ、このポッドキャストラジオ上のラジオ上ただの最低の人間じゃないかこれ。多分団長ボットがあったら女子に嫌われることこの上ないでしょうね。ジェットコースターが好きなんかはね別に普通なんか可愛らしい一面だったりするんだけどね。シェアするのが嫌とか、ね、これうるせえ。絶対シェアした方がいいから、食べ物のことよねこれね。いやもう何事もシェアせんの方がいいからな別に。いやそんなことない、みんなで一緒に食べた方が美味しい、食べ中華料理なんかまさにそうじゃないか。いや僕はだからもう家が、うんうん、絶対にその大皿料理がなかったんですよ僕ん家。そう言ってたねそれ、全部こう出ると、だからなの、うん、プレートがワンプレートが出ると。そうなんですよ。全部で一つのものを取るなんてなんてはしたないってなる。なるほどな、ごめんなさい、ちょっとここじゃないんで今週のトークテーマは。そうなんです、おならの話題、続きいきましょう。ちょっともうメッセージの半分僕が嫌っていうことを言ってる。男女行きましょう、男女行こう。Yeah.
そして、今回のトークテーマですが、はい、前の彼と付き合って1年半くらい経った時、油断してプッとおならをしてしまいました。おお、その時彼が「えおならしたん?」って言われてめっちゃ恥ずかしくて、彼に顔をうずめながらうなずいたら「おならしてしまって恥ずかしい?」と言いながら大爆笑してました。うわ何こいつ。でも今まで「おならなんてこかれたことない」って言ってました。おお、それからは失敗してません。ちなみに彼はおならしまくってました。お私は異性のおならは平気ですが、私自身は恥ずかしくてできません。28歳女性チャランポランタンさんからですね。チャランポランタンさん、うわーかわいい話、ね、メッセージやな。これめちゃくちゃかわいいな、このメッセージ。いや嫌われたなっていうだけのメッセージ。いやいやいや、もうトークテーマ映ってるから。この男いいね、器が。うん、前の彼とでも別れちゃったんだな。うわー、今は別の彼がいるんだな多分。別の彼にもいっぺんこいてほしいですね。うん、やってほしいな。それから失敗してませんだって。まあ、でもね、うん、このちゃんと私は恥ずかしくてできませんっていうね、恥じらいがあるのやっぱ素晴らしいことで。いやいいね、だってこう不意にやっちゃって、で彼に顔をうずめながらって、これもまた可愛らしいじゃない。なんだこのこのカップル可愛いな。でも別れたんだなこのカップルは。ね、男がいい。うん男男が降ったんや。結局おならしてしまって恥ずかしいん。あ、これいいね、男の発言として。おならしちゃった女の子に対して、この切り返しいいよね。おならしてしまって恥ずかしいんと言いながら大爆笑、そしてそのまま別れを告げるという。そこでそこでそのままその流れで、ほな別れようか。じゃあ別れようか。可愛らしいな。でもこれいい彼氏だったのになんで別れちゃったんだろうな。そうですか、ね、うん、でもこの男の人はもう何とも思わなかったんだろうな。でも今までおならなんてこかれたことないって言って、まあそれもさ、なんかこうちょっとこうなんかいいよね、嬉しそうな感じで言ってる感じがあるというか、笑いながらさ、ね、こうねえこうやっちゃったのいじって、これは正解のパターンですよ。これ正解です、大正解ですね。僕の時の逆パターンじゃない、これが正解なんです。あ、そうだね、こかれた側が言うべきあれであって。そうだね。え、男女どうしたんだっけ、はい、僕は、うん、その彼女がこいてきて、うん、その前の彼氏の時は一切こけへんかったと。はい、今こけるってことはそんだけ気を許してるからやみたいなこと言われて、ピクリとも嬉しくなかったっていう話。あんたのことこんだけ気許してるやで。気許してるやでって言われて、いや好きだっていう。それはお前が言ったらいかん。そう、僕が言うべき。そうやな。この彼氏が多分正解、この彼氏のパターンが正解。うん、これ正解やな。トランポランタンさんのパターンが正解。はあ、いや、ありがとうございます。チャランポランタンさん、いい恋してそうだな、なんかぽっちゃり好き。うん、ねえ、もったいない存在をなくしました。そうですね、団長これからあの団長コロコロなんかもメッセージでいただけたら、なんかさ、トークテーマ、そういえばさ、もう恋愛だけになってメッセージ送りにくくなったって、そういえばこあの言ってたよ、クニさんがこの間喋った時に、あの会場中に会場中の、うん、ずっと喋ったからさ、いっぱいメッセージあのいろいろ聞いてたのよ、本当にどうしたらいいですか、こちらどうしたらいいですかみたいな、まあ、生の声ですからね、うん、最近恋愛一本だからみたいな言われて、あーなるほどと思って、メッセージ本当に何でも基本何でも大丈夫ですよ、
あの質問とか何でもいいですし、トークテーマ以外のことでも大丈夫です。だいぶ昔は普通オタみたいなのも募集してましたからね。そうそうそう、普通のお便り、普通のメッセージ、普通メッセージ、全然何でもいいんですけどね。うん、 FM 普通のメッセージで FM でいきましょう。はい、はいはいっつって、FM ですからね、そもそもFM ラジオやから、うん、だから FM で、ね、うん、今あの第5第5喋ってんだよ俺、団長知ってる？第5って、え、第5さんの、あの本当最近結婚された、ご結婚発表した、うん、北川景子さんとご結婚したあの第5、うん、さんのあの第5、何それ、あ、知らない、知らんそう。だから普通のメッセージ、略して FM とかさ。ああ、なるほど。うん。24時間テレビでさ、走るのを決めた時もさ、走りますでさ。はい。HM っつった。おう。うん。あれをやってたんだよ、俺、今。ああ。うん。一応、なんかこう、今時のことをやってみようと思って、今、やってたんだよ。なるほど。うん。BL ですね。どういうこと？ BL。勉強になりました。BL。いいね。すぐ。さすが。すぐ取り入れます。恥ずかしいことかもしれん。これもしかして今頃やってんの。え？今頃やってんの恥ずかしいことかもしれんから、これ。まあですか。うん。まあまあ行きましょう。まあでも。うん。はい。はい。次、あのリプライで、ツイッターの方リプライで来ておりました、はい、ありがとうございます。チームロコさん、チームロコさん、ありがとうございます。愛する人の女はアロマへと変化します。なるほどね、男前ですね。なるほどじゃないですけどね。これは、あ、このチームロコっていうのは福岡のね、メンズモデル3人でやってるユニット、これ気になるんだよな、チームロコ。チームロコの誰が3人編成、名前も知らないんだよな。ちょっとこの3人メッセージもらえたらね、嬉しいですね。もっとこれ気になりますね。イケメンが聞いてくれてるっていうことですからね。でもまあやばい発言ですよ。まあどういう意図なんかだろうね。まあイケメンが、うん、結構こういうことも言うんですよみたいなパターンは僕は一切認めてません、ね。いや、そんな早い判断早い。イケメン系が僕こういう感じのちょっとしもい感じもありなんですよみたいなのは、うん、あの僕は厳しく取り締まっていきます。私厳しいからな、そういうイケメンに対する、そういうのすげえ厳しいです。ちょっとメッセージ、欲しいですね。でどういう3人のうち誰がね送ってくれてるのかもちょっとわからないんでね。そうです、これもしかして3人の相違ですか。3人の意見なのかな。なるほどね。愛する人のおならはアロマへと変化します。まあそれぐらいの気持ちでいてくださいよということなんでしょうけどね。まあ若干のちょっと滑った感じはありますね。そうです。そこをちゃんと言うっていうね。このラジオね、うん、2人いたらどっちか普通絶対ソロに回らんといかんのに、ソロに回らんといかんのに2人とも厳しいっていう。いかんですね。じゃあもう一人いきましょう、メッセージ。はい、はい、久々のあのメッセージから来ました。はい、ストレロースから。はい、最近メッセージを送ってこずトレハロース不足であろう石田さん、団長さん、こんにちは。こんにちは。そして遅れましたが明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。
最近メッセージ送っていませんでしたが、うん、あ、決してテーマが送りづらかったわけではなく、送ろうと思ったらすでにポッドキャストが更新されていたという日が続いただけなので、皆さんご安心ください。僕はここにいます。どういう立場だよお前、何なんだよねえ。まあもう一つ理由があるとすれば、うん、急遽正月休みが増えたため、うん、一人で大好きな箱根駅伝を見に東京に行っていたり実家に帰っていたりした結果、完全に正月休みボケをしてしまったからです。箱根駅伝好きなんやトレハ。もうね、これもういろいろ嫌だね、もう話ができないんですよ。トレハ政治な箱根駅伝好きなんやトレハ、面白い。なんかそれ見に行くよ、わざわざ見に行くためね、すごいね。山の神を見てたんですか、じゃあずっとねえ。福岡からわざわざ箱根駅伝見に東京まで行って、へえ、まあまあまあ、で、そんな東京旅行や実家、帰省中に石田さん、団長さんに聞いてほしい異性に関するちょっとした事件があったので、それはおいおいってお話ししますね。はいはい、ね、こいつ。ということで、はい、今回のメッセージテーマ、異性のおならですが、もし相手が彼女なら、僕が許せるはずないです、うん、何なんだよ、やっぱ無理ない、うん、僕に彼女ができたと仮定すると、うん、おならが出やすい体質の僕は、うん、今まで女性に相手にされてこなかった分、嫌われないように嫌われないようにと必死におならを我慢することでしょう。いい心構え。そんな僕の気持ちを差し置いて何様のつもりでおならをするでしょう。ああそういうことね、私があなたを嫌うことがあっても嫌われることはない、言い切られたから付き合ってあげてるんだからとでも思っているのでしょうか。思ってないよ。そんなものはね、うん、その通りだけど絶対に表に出しちゃいけない感情なんですよ。その通りなんや、うん、その前に大前提として、僕は人のおなら自体が苦手です。彼女がハプニングでおならをしてしまい謝ってきたとしても許しはしますが、その顔は完全にきつってることと思います。そんな僕ですが、皆さん今年もよろしくお願いします。お願いします。あ、俺でも最後わかる、大前提として人のおなら自体が苦手です。俺これわかるわ、俺もそうかも。人はそうですよ。やっぱ臭いの嫌やもんね。あともうその空気が嫌ね、その時になんか変ね、嫌よね、もうよどむよね、変な空気が嫌、うん、よどむ、うん、そうやわ。そもそも大前提としておならは嫌やわ。でさ、もう今週先週さ、だからアンケートでさ、トークテーマおなら、はい、おならは許す、おならは無理でアンケート取ったら、はい、票、投票してくれた人が32票しかなかったのよ。でもこのテーマ自体も嫌やったんやと思う。おならが嫌やったやん。おならが嫌やったやん。これをトークテーマにしたことが多分嫌やったやん。もうみんな3番の1ですもんね、うん、最近の旅行。いや本当に、いや俺忘れてた、そりゃそうやわ。大前提としてもうトレハやっぱいいこと言うなこいつ。大前提やったんですね。大前提としておならは苦手やわ、おなら自体が。確かに。そりゃそうやわ。この考え方でもやばいけどな、あなたを嫌うことがあっても嫌われることはないって、そんなこと女の人思わないですからね。いやでも思ってる可能性はありますよ。何お前から、お前がお前みたいなもんがみたいな考え方。なんか昔よく100の質問みたいな流行ったじゃないですか、ブログとかで。うん、うん、もう10年ぐらい前ですってブログが流行ってた頃、うん、その100の質問みたいなやつで、うん、そのあるんですよブログテーマで、うん、そのよく、うん、なんかあなたは、うんうん、その何て言うんですか、うん、例えばご飯に行ったら、うん、
あの男性女性どっちが払うべきって質問されて、うん、男性とか答えていくんですけど、はいはい、うん、そういうので何て言うんですかな、その愛されたい、うん、愛したいみたいな、はい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 、うん、愛されたいか愛したい方か、うん、ね、うん、そのキンキキッズの歌じゃないですけど愛されるよりも愛したい、うん、はい、ね、うん、あなたは愛されたい派それとも愛したい派みたいな、はいはいはい、うん、結構な確率で、うん、その男やったら、うん、でどっちかで答えるんですけど、うん、その女性のブロガーの人って、うん、その質問に対して、うん、愛されたいとか愛したいとかじゃなくてみたいな、なんかねめっちゃぼやかして書き上がるんですよ。あ、もうその質問自体を否定してるような感じなんや。そうなんですよ。それをで質問は二択やのに、愛されたい派か愛したい派やねんから、うん、それでそれはどっちかで答えなあかんし、うん、あえて言えばでいいしってなるけど、なんかいやそんなんじゃないみたいな、そのぼやかせる感じ、うん、それがなんか全ての本音を語ってるなと思ってそれはつまりどうした団長、まだブチギレ団長がたっぷり時間使って、もういやこのな、愛されたい愛したいうんうんじゃなくて、もう、うん、お前が決めたいんやってなったわけです。僕ははい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 、その好き嫌いを、うん、好き嫌いはもう私が決めることやみたいな。そうなんですよ、うん、だからそんな答えは答えないんですよまさにもう、うん、好き嫌いは私が決めるってことなんです。あ、まあまあもう優位に立ってるのは常に主導権はこっちが握ってますよっていう、そういうこと、そういう人が非常に多かった。ああ一人ずつもほんとね、家行ってビンタしてやりたい。僕家行ってビンタしてやりたい。家に行く、わざわざ行くんや、わざわざ行くんや本当に。はあ、なるほどな。ゆっくりたっぷり時間かけて言ったな、本当にたっぷり時間かけて、ね、ただただイライラしてるっていうだけの、はい、ちょっとでもこれ気になるね、あのトレハロース異性に関して一つ事件があった。これ何、気になるねこれ。おいおいちょっとしますねって今回のメッセージ送ってこないっていうね。ちょっとこれ気になるね。ちょっとこれトークテーマ何にしたらいいんだろうな。ただもうトークテーマ決めてんのよ、来週は。これはもうバッタリですよ。バッタリの出会い、バッタリ。まあここのとこ僕本当にね、バッタリリスナーさんあったりとか、バッタリ同級生あったりとかね、付き合うきっかけになったりした時とかも僕知り合いの人いるんですけど、はい、本当にバーでばったり会ってそっからみたいな、なんかこう異性にばったり、友達でばったり出会ってそっから恋愛始まるみたいな、そう多いらしいんですよね。うん、なんでばったりといえば、うん、今日西垣くんと、ヨーロッパの西垣くんと、まあ、一緒に仕事してて、うん、でコンビニの前でまあ喋ってたんですよ、うん、買い物して、うん、そしたら車が走ってきて、うん、向こうから、うん、結構なスピード出してきて、コンビニの前のまあ何ですか、車道っていうか歩道のちょっと盛り上がってるとかじゃないですか、車道と、はいはいはい、歩道を防ぐ、うん、あそこにタイヤバーンってぶつかって、え、うん、タイヤのホイールがものすごい勢いでこっち突っ込んできて、おお、壊れて、まあ、ギリギリ僕らに当たらなかったんですけど、その結構タイヤが大破しはって、おでちょっと行ったところで、まあ、キキって止まって、うホイールが外れてこっち飛んできてるんで、おうおう、何その話、おほんでこれやばいぞってなって、千秋君と、うでもまあこれ持ってったろかって、そのホイールをね 20m 先に止まったから、はい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 、なかなか降りてこうへんし、うなんかちょっとパニックになってるのかなと思って、うでこう持ってったろかって言ったら、こう車からバタンって犬を抱いたお姉さんが出てきて、うん、おお、犬を抱いたお姉さんバーって来て、うなんか知らんけど、なんでか犬別に車に置いとけやのに犬抱いて出てきて
で、あ、大丈夫ですかみたいな、うん、まあ、すごい綺麗なお姉さんが犬抱いて、いや犬がいるからみたいなわけのわからんこと言いながらホイールを持って走って去っていったんですけど、うん、あの時にあの、うん、家西垣くんと、うん、声かけたらこれは恋に発展したんかなっていう話をしたっていうえ、それぐらい綺麗な人だったんや。でもでっかいグラサンかけてたんでね、綺麗かどうかわかんないですけどいや絶対相手にされてないやろ、もう相手にもう相手にされてない、犬飼ってる時点でもう相手にされてない。犬抱いて出てくるかねっつって、すごい事故したんやな。でもすごいなそれねえ、まあ、走り去っていったんでタイヤは動くんやと思って。車はもうホイールゴロゴロゴロって漫画みたいにこっち突っ込んできたんですよね。マジで一回乗った車はもう乗らんような人なんかな、もしかして。ああ、うん、まあでもゴリゴリ普通の日本車でしたけどねあ、そう、金持ちっていう感じの人ではないんだ。はい、まあ、セレブみたいな、めちゃめちゃ可愛いのを抱いてたっていうのありますけど。ああ、へえ、はい、すごいな。それバッタリではないけどね、団長バッタリじゃないですか。バッタリではない。だから自然、知り合いだった友達だった人とかにバッタリ会って、そっからなんかこう恋が発展するみたいな、そういう感じですよ。だバッタリ以前知ってる人ってことか。うん、そういうバッタリ。ああ、ないな、うん、バッタリトークでいきましょう。バッタリから始まった声、はい、バッタリから始まった声教えてくださいという感じですかね、今週は。はい、はい、といったところで、また来週も聞いてください。さよなら。さよなら。LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。